body axe. イングリッシュマッシュ、うわもうちょっとマジでやばいね。すごいこれブルマッシュ、うわちょっとブルマッシュだらけ、ブルマッシュだらけ、same Rita? Yes. Oh, really? Wow. Very big. ちょっとなんか形がおかしかった。今の犬。胴体が見えなかったからあれでしたけど、形がおかしかったですね。例えばこの犬もそうだけど、ちょっと形がおかしい、形がおかしいのはダメだ。この締めと大丈夫かな、糸入ってる、ああやばいな今日はこれ、どうしよう、困ったなこれ、困りましたね、ナポリタンだ、ナポリタンすげー見てる、ナポリタン、ナポリタンだ、なんかお腹が深くなる、なんか皮膚が、なんか皮膚病みたいな、
たいな感じだけど。出た、イングリッシュマスク。しますよね、ちょっと待って、イングリッシュ出た、イングリッシュマスク。やべ、ぎゅっ、エクスキューズミー、オフサイド。これだ、イングリッシュマスク、やべ、ぎゅっ、イングリッシュマスク、これでっかい。じゃあ、このように、こっちを、イングリッシュマスク、でっかい。わこれ、このなんか、怪獣たち。全員怪獣、全員怪獣。全員怪獣。怪獣の中に入った。すげえ。わぁ。怪獣、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 怪獣。これいいんだろうこんな感じで寝てて、これ分かりますよ、僕の足の足のほら、この足の大きさとほら、この体だとこの僕の足これですよ、僕の足 27.5 センチです。あ、怪獣だ、怪獣、怪獣たちだ、すげえ怪獣たちだった。怪獣だ、怪獣だ、怪獣。ちょっともう一回行きたい。あれこれなんだこれ、なんだこれ。カナディア、カナディアエスキモードッグ、カナディアエスキモードッグだ。あ、そうか、これだこれだ。あ、そうそうそう、カナディアエスキモードッグ。人の密集地帯に入ってきたので一回飛びましょうかね、一回飛びましょうかね。なんか日本人が一人もいないですね。まあ都会なのでなんだろうか。昨日は昨日と一昨日たくさんいたのに、たくさんじゃないけどまあ少しは少しはいましたね。わあ、やっぱ怪獣コーナーがいいな。イングリッシュマーセフトロー、やっぱすっげえなイングリッシュマスク。これやばいね、これ見てこれ。何この人たち。すっげえ。タッチ。うわぁ、うわぁ、 How much weight? 14 stone. Kilograms? 84. Really?
I think more. Millie, 86, 84. I think 100. Perhaps today, but you never know. Yeah. 84. Hi. Wow. Thank you very much. Thank you very much. Excuse me. Thank you. Oh, so cute. How much weight is this dog? 18 stone. 18 stone. 80 stone. Yeah. Oh, really? そういえばさ、この間、昨日か一昨日か、そのイギリス人の友達がその重さの単位を、イギリスの重さの単位って違うんだよねみたいな感じで言ってたんだけど、なんつけど、それでさ、なんつったか分かんなかった。あ、そうだ、ちょっと、もうちょっといいです、ちょっと切ります。ニューファンのとこ行かなきゃいけない。ここは、あ、ボクサー、ボクサーだね、まあまあ、ボクサーなんていう犬はベストセラーの犬ですよね。こういうの世界的なベストセラーの犬、あ、ずっとファンがいて、ずっと根強い人気があって、例えばそのブルドッグとかイングリッシュブルドッグとか、まあ、その何ですか、マスチームとか、シェパードとか、そう、シェパード。ああいう犬というのは、その、なんていうか、その、すごい流行りとかいうことではなくて、その、もうずっと根強い人気があって、その、例えばなんか、飼う人が少なすぎて絶滅するとか、そういうことがもうない犬種ですよね。こういう、その、ボクサーとか、今言ったシェパードとかマースチェフとか、そういう犬はブルドッグもそうです。イングリッシュブルドッグなんて絶滅しないじゃないですか。飼う人がいなくなったせいでもう絶滅危惧種みたいな、ありえないですよね。そういう犬ですよね、ボクサーって。ボクサーの数がすごいですね。ものすごい数のボクサー。しかしこれだけボクサーがいるということは、結局選ばれる犬というのは大変な犬ですよね。普通の犬じゃないですか。普通の犬、あれ、どうするの。まあいいや、ちょっとじゃあもうちょっと一回切りますね。一回切ります。スティーブがあそこで何か言ってるから。